マシューースノーランド実行委員会からのお知らせです今年の2月12日に開催を予定していた、マシュー・スノーランド2022。コロナ禍で開催ができていなかったこともあり、今年は商工会青年部だけではなく、多くの町民が関わり、当日に向けた準備が進められてきました。 しかしながら、オミクロン株の急拡大に伴う国の蔓延防止等重点措置の適用などを受け、今回のマシュースノーランドも大きく規模を縮小することになりました。子どもたちが周りを気にせず、安心して遊べる日が少しでも早く来ることを願い、今回のスノーランドは花火の打ち上げのみ行われることになりました。花火は2月12日、 午後7時45分頃から打ち上げられます全国の皆さんもご覧になれるよう公式チャンネルでも生配信を行う予定ですぜひ皆さんお楽しみに